クリント・デンプシーは、アメリカ合衆国テキサス州出身の元サッカー選手。元アメリカ代表。現役時代のポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。ランドン・ド・ノバンと並び、アメリカ代表における歴代最多得点記録保持者で、ある、テキサス州ナコドチェスで生まれ育った。幼少時代は、トレーラーパークに住んでいたため、 兄弟や地元の子供たちといつでも好きな時にサッカーができる環境であった。サッカーの才能を伸ばすため兄に連れられ、故郷から3時間もかかるダラステキサンズという少年サッカークラブのトライアウトを受け合格する。比較的に早い年齢からクラブチームでサッカーを始めたが、たびたびクラブの練習を休むことがあった。さらに不幸なことに、 1995年11月27日に姉が脳動脈瘤に突然かかり死去。その後、家族の援助もあり、ダラステキサンズでプレーを再開した。あと、キャプテンとチーム得点王にもなった。また、出場したタンパベイサンボールでは MVP に選ばれる。 ファーマン大学に入学後3シーズンで62試合中61試合出場17ゴールを決め、中心選手として活躍する。ニューイングランドレボリューション2004年の MLS スーパードラフトでニューイングランドレボリューションに8番目に指名され、プロ選手としてのキャリアをスタートさせる。新人選手でありながら攻撃の核として活躍した。 シーズン途中でガッを骨折して離脱した期間がありながらも7ゴールを挙げその年の新人王に選ばれるしかしその年の DC ユナイテッド戦で決定的な PK を外し MLS カップに導くことはできなかった2005年シーズンは10ゴール9アシストの活躍を見せ MLS オールスターゲームでは後に所属するフラム FC に対して 勝ち越しを決めるゴールを得点する。また、シカゴファイヤー戦でのゴールにより、MLS カップに導く。その年の MLS ベストイレブンに選出。フラム2006-07シーズン2007年、フラム FC でプレー中のデンプシー2006年末、イングランドのフラム FC は、400万ドルの移籍金を MLS に提示。MLS 側も了承し、 2007年1月2日に移籍が決定する。1月10日、イギリス内務省は、デンプシーに外国人用労働許可証を与え、イングランドでのプレーが可能となる。1月20日、トッテナムホットスパー戦に出場し、プレミアリーグデビューを果たす。5月5日、リバプール FC 戦で4分に交代出場し、ゴールを決めフラム FC の1-0での勝利に貢献する。 このゴールは、チームの残留を決定づける重要なものとなった。2007から08シーズン開幕3試合では、スターティングメンバーに入らなかったが、ブライアン・マクブライドの負傷後にセカンドトップとして、起用された。アストン・ビラ戦で得点したものの、試合には2から1で敗れた。9月1日、トッテナム戦で得点し3から3の引き分けに持ち込む。その2週間後には、 ウィガンアスレティック戦で先制点を挙げる。9月29日、チェルシー FC 戦で、チェルシー DF ジョンテリーと空中で激しく衝突した。その後ジョンテリーは交代させられるが、空中で衝突した際に意図的に肘を使っていたのではないかという声が上がった。しかし、そのことを、主審のマーティン・アトキンソンは、イングランドサッカー協会に報告しなかったため、 バせられなかった。11月3日、ホームで、レディングを迎えた試合で得点し、3から1で勝利しチームは、リーグ戦2勝目を挙げる。12月、1から1で引き分けたホームのウィガン戦、5から1で敗れたアウェーのトッテナム戦で得点する。2008年5月、クラブとの2010年の夏までの契約延長を締結した。リーグ最終節で、 ポーツマス FC に勝利し、プレミアリーグ残留を決めた。デンプシーは6得点で、チーム得点王となった。2008から09シーズン開幕から、先発出場を続けたが、なかなか得点を奪えなかった。10月26日、アウェーのポーツマス戦でシーズン初得点を挙げる。12月20日のミドルスブラ戦で、ゾルタ・アンゲラと交代し、ホーム初得点を決めた。 その8日後、ホームのチェルシー FC 戦でドタンバにゴールを決め、2得点の大活躍で、ウェストロンドンダービーを引き分けに持ち込む。2009年2月24日、FA カップ5回戦ホームのスンジシティ FC 戦で得点し、2から1で勝利した。4月12日、アウェーのマンチェスターシティ戦で2得点を決め、3から1の勝利に貢献。 結局このシーズンはリーグ戦でアンディ・ジョンソンと並ぶチーム最多大となる7得点を挙げた。これらの活躍もあり、クラブは歴代最高位となるイングランド7位でシーズンを終え、翌シーズンから新設された UEFA ヨーロッパリーグの出場権を獲得した。2009から10シーズン2009年8月13日。 クラブとの2013年までの契約延長を締結した。8月20日、UEFA ヨーロッパリーグのプレーオフで FC アムカルペルミと対戦し、欧州カップ戦初ゴールを決めた。12月30日、イタリアのスポーツ新聞、ガゼッタ・デロス・ポルトのプレミアリーグのシーズンベスト11に選出された。2010年1月17日、 ブラックバーン・ローバーズ FC 戦で膝の人体損傷する怪我を負った。3月11日、アウェーのユベントス FC 戦でロスタイムに出場し復帰した。その後リーグ戦のマンチェスター・ユナイテッド戦で72分間プレーした。3月18日、UEFA ヨーロッパリーグの決勝トーナメント第2節ユベントス FC 戦で途中出場し、長い距離から。 チップキックでゴールを決め4から1の勝利に貢献した。この試合のフラム FC とデンプシーのプレーは ESPN の記者からワンダフルと称賛された。ガーディアン氏はこのゴールはフラム FC の歴史の中で最も有名なゴールになるかもしれないと示唆した。5月12日 UEFA ヨーロッパリーグ決勝のアトレティコ・マドリード戦で55分にボビーザ・モーラと交代し、欧州の主要大会の決勝に出場した、最初の米国人選手となった。試合はアトレティコ・マドリードの FW ディエゴ・フォルランが、延長116分に、決勝ゴールを決め、2から1で敗れ優勝を逃した。 このシーズンの彼のパフォーマンスは socceroverthere.com ほか様々な媒体においてヨーロッパでプレーするアメリカ人選手の MVP に選出された。2010から11シーズン最初の2試合は 2010FIFA ワールドカップ直後のためベンチに座ることとなった。2010年9月18日敵地ウッドパークで ブラックバーンローバーズ FC と対戦し、56分に同点ゴールを決め1から1の引き分けに貢献した。このゴールで、プレミアリーグにおいてのクラブの連続無敗記録を継続した。10月2日、ウエストハムユナイテッド戦で W 杯でゴールを奪った、ロバート・グリーンからまたしても得点した。その後は10月30日のウィガン・アスレティック戦で2得点を、 決めるなど調子を上げ、2011年1月22日、ストークシティ戦でさらに2得点を決め、一時的に、広角圏にいたチームを注意へ抜け出させた。3月19日、リーグ戦10点目となるゴールを決め、ブライアン・マクブライドが2005から06、2006から07、シーズンに記録した9点を上回る、米国人選手初となる。 プレミアリーグ2桁得点を記録した。4月27日、ボルトンワンダラーズ FC 戦員で2得点を挙げ、3から0で勝利。プレミアリーグでの通算得点数を33点とし、それまで、ブライアン・マクブライドとスティード・マルブランクが保持していた、プレミアリーグにおける、フラム FC 所属選手の通算得点記録を更新した。これらのゴールも含め、このシーズンは、 自己最多の12ゴールを決めた。シーズン終了後、彼は、ファン投票により、フラム FC のシーズンベストプレイヤーに選出され、またチーム内得点王にもなった。2011から12シーズン UEFA、ヨーロッパリーグプレイオフ第1節、ホームの FC ドニプロ戦でシーズン初ゴールを決めた。続く、第2節では、敵地で2ゴールを決め、 3から0の勝利に貢献した。2011年12月5日、ホームのリバプール FC 戦で85分に決勝ゴールを決め、1から0で勝利した。12月17日、ボルトンワンダラーズ戦でヘディングでシーズン5ゴール目を決め2から0の勝利に貢献した。ボクシングデーに行われた、チェルシー FC とのウェストロンドンダービーでは同点ゴールを決めた。 2012年1月7日に行われた FA カップ3回戦のチャールトンアスレティック FC 戦で自身初のハットトリックを決め4から0で勝利した。さらに1月21日、ニューカッスルユナイテッド FC 戦でもハットトリックを決めシーズン9ゴール目とした。これによりプレミアリーグでハットトリックを獲得した史上初の米国人選手となった。 2月1日、元チーム監督のロイ・ホジソン率いる、ウエストブロムウィッチ・アルビオン FC 戦で、リーグ10得点目、シーズン合計16点目を決めた。ストライカーに近いポジションで、プレーするようになって、以来好調を保ち、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC 戦では2得点を、決め後から例の勝利に貢献。3月8日、新たな3年契約を結ぶためクラブが本人との、 階段を開いていたことを監督のマルティニによるが明らかにした。4月7日、ボルトン・ワンダラーズ戦でフリーキックとヘッドでそれぞれゴールを決めリーグ戦15得点とし、シーズン合計では21得点とした。これにより、ルイ・サハが記録したフラム FC におけるプレミアリーグ1シーズン13点の得点記録を上回った。シーズン終盤には、 FWA 年間最優秀選手賞の選考で、ロビン・ファン・ペルシ、ウェイン・ルーニー、ポール・スコールズに次ぐ第4位に選出された。シーズン最後のホームゲームとなったサンダーランド AFC 戦では、フリーキックでゴールを決め、プレミアリーグで50ゴールの大台に到達した、史上初の米国人選手となった。6月7日、2年連続で、 ファン投票によるクラブのシーズンベストプレイヤーに選出された。8月31日、トッテナムホットスパー FC への移籍をクラブが発表した。トッテナムホットスパー2012年8月31日、600万ユーロの移籍金でトッテナムホットスパー FC へ移籍した。背番号は2番。シアトルサウンダーズ2013年8月3日。 シアトルサウンダーズへの移籍をクラブが発表した。背番号はトッテナム時代と同じ2番である。フラムへの短期レンタル12月24日、MLS のオフ期間を利用して、フルスフラム FC に2ヶ月間の短期レンタルが決定した。2018年8月29日、現役引退を発表。米国代表にて練習するデンプシー。2006年4月。 アメリカ代表としては2004年11月17日のジャマイカ戦で初出場2005年5月28日のイングランドとの親善試合で代表初ゴールを記録 2006FIFA フフワールドカップではアメリカ代表に選ばれグループリーグのガーナ戦では W 杯初ゴールを決めた2007コンカカー,アーフゴールドカップにも出場しグアテマラ戦で 決勝ゴールを挙げるなどアメリカの優勝に貢献。FIFA コンフェデレーションズカップ2009では、グループリーグ第3戦のエジプト戦から準決勝のスペイン戦、決勝のブラジル戦と3試合連続でゴールを記録。エジプト戦とスペイン戦では、大会選定のマンオブザマッチに選ばれるなど、アメリカの準優勝に大きく貢献。ブロンズボールに輝いた。 2010 FIFA ワールドカップにも出場。初戦のイングランド戦では、デンプシーのミドルシュートを相手 GK のロバートグリーンがキャッチし損ね、これがチームを引き分けに導く同点ゴールとなり、デンプシー自身も2大会連続ゴールとなった。2014FIFA ワールドカップでは、初戦のガーナ戦で、 開始30秒に先制点を挙げ、自身3大会連続ゴールを達成した。2015コンカカーフゴールドカップでは7得点を、挙げ大会得点王を受賞した。デュースの名で、ヒップホップミュージシャンとしても活動している。2006フィファワールドカップの前には、サッカーのルーツが、労働者階級であることと、アメリカ代表のアピールを目的に、ヒューストンのラッパーである。 ビッグ、ホークと XO とコラボレーションした楽曲、ドンとトレッドがナイキの広告キャンペーンに使用された。楽曲の PV 中には、デンプシーの要望で姉の墓石に花を捧げるシーンが入っている。2014年9月には、メジャーリーグサッカーの新ロゴマーク発表会で演奏を披露し、アルバムをリリースすることを発表した。ありがとうございます。